さあ皆さんこんにちは、松本浦添市長のおしんちトーク、今日はですね、おきてん特集の2回目でございます。ぜひおきての歴史なんかも少しお話を前編でやりましたので、まだご覧になってない方はですね、ネットで検索してご覧になっていただきたいと思います。今日は、前回の前編に引き続きまして、後編もうゲストはですね、沖縄タイムズ社の文化事業担当の上間正信さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。いや上間さん、でも、はい、本当にこの歴史ある沖天、はい、もう個人的にはですね、浦添でやっていただけるの本当に嬉しいなと思っておりますので。どうです、なんかあれなんですよね、やっぱ沖天がもう第40回目から、はい、今年で75回目なんですけど、はい、40回目から浦添市でやっていますので、もう35年やってるので、はい、もうなんかね、私たち浦添市民にとってはもう当たり前の、あ、なるほど、風物詩。なるほど、学校に春が来たら卒業式が来るように、うん、春になると沖天が始まるぞみたいな感じなんですけど、うん、実はこの沖縄タイムズ社の皆さんから毎年ですね、うん、たくさん子どもたちに招待券をいただいているんですよ。こういうやつです。こういうやつです。見えますかね。すごいんですよ。ですから浦添の子どもたちは全員招待券を持って、まあ、無料で沖天を見れるということですから、はいはい、これはこのせいですかね、うん、浦添の子どもたちが、うん、ちょっとやっぱり品があるものは、やっぱりそうです、ね、文化的な豊かな子どもたちが多いのは沖天の影響でしょうね。これはもう間違いないと私は言っておきたいと思います、うん、そうですね、ありがとうございます。浦添市にはですね、本当にお世話になっていて、先ほども前編でお話ししましたけども、ジプシー展以降40回展からずっと浦添市でお世話になっているんですけれども、今年もですね、浦添の運動公園に大きな改修工事が入っているにもかかわらず、しっかり掟のためにですね、ご配慮いただいて、今回も開催することができたという意味では、本当に浦添市長はじめ市民の皆さんにありがとうという思いで、無料券も使わせて配らせてもらっています。こちらこそありがとうございます。ぜひですね、そのチケットを利用してもいただいて構いませんので、一度でもいいので足を運んでいただければと思っております。ご覧になっている皆様で浦添の方で子供が浦添市内の小学校中学校に行ってる方、絶対お子さんに招待券持ってますから、ぜひですね、うん、一緒に行こうぜと言ってね、親子、うん、で来てもらいたいですね。ありがとうございます。いや実は僕他の市町村の方からちょっとこう羨ましがられたことあるんですよ、うん、浦添の子はいいねと、沖天のチケットもらえるんだってねって、自分たち 毎年買ってるよって言ってる人もいたので、うん、なるほど、そういった意味では浦添市民の方、はい、ちょっとお得ですので、ぜひですね、沖天見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあいよいよ、はい、今年も3月23日の土曜日から浦添市の運動公園 ANA スポーツパークの中 ANA アリーナでですね、沖天が始まります。今年75回目、はい、結構素晴らしい作品がたくさんあるんですよね。はい、じゃあちょっとだけ概要を説明しています、はい、まあ、今沖天はですね、総合美術展という形で、うん、絵だけではなくて、例えば版画、うん、それから彫刻、うん、グラフィックデザイン、こういう人ですね、はいはいはい、それから書芸、うん、書道ですね、そうですね、書道、それから写真、ピクチャー、それから陶芸、うん、先ほどお話しあった壺焼きだとか、それから漆芸、漆器ですね、琉球漆器、それから染色、染色というのは瓶型だとかいうんですけどね、それから織物、織物、これは首里織だとか、うん、ユンタンザ花火だとか、はい、そういうものですね、それからガラス、木工芸入れて、全部でなんと12部門に分かれてるんですね。これが毎年だいたい800点、900点近くの作品が展示されると。でその前には1000点近くの応募があって、その中からだいたい6割から7割ぐらいの作品が入選されます。沖天会員というのがいまして、沖天会員が審査をして6割7割の方の入選を審査して認めて、でそれプラス会員の作品を入れて大体800点ぐらいだから、体育館がですね、迷路のような形になって、それをその壁に掲げられた絵や、それから台に置かれた壺などを見る、そういうような展示会になっています。いや沖天、私も毎年足を運んで楽しませていただいているんですけど、800点約、はい、しかも12部門、はい、ですので皆さん行ってくだされば
必ず自分が好きなもの、自分が心奪われるものが必ずあるんですよ。そうですね。本当に。と単純に絵もあったり、彫刻もあるんですけど、写真があったりね、はい、グラフィックデザインって新しいのがありますけど、今度織物があったり、はい、染め物があったり、で木工芸ですから、なんか、はい、なんですか、これ木で作ったいろんな木工芸術みたいなのもあるんですよ。ですから皆さん、ぜひですね、みんな素晴らしいんですけど、必ず行けばですね、必ず皆さんのこうなんていうんですかね、こう心にヒットするあると思います分野、はい、あるいは作品があると思いますので、うん、ぜひですね多くの方に来ていただきたいですよね。はい、特に作品の特徴という意味では、うん、まず沖展の特徴はですね、当然沖縄に住んでらっしゃる方々が多く出品されるので、どうしても意識 したのかどうかを置いといてもですね、沖縄らしさというのがにじみ出てくる、うんうんうん、つぼや焼きだとか伝統的な織物をベースにしていればそうであるんですけども、絵画の中でもですね、沖縄をテーマにした風景、沖縄をテーマにした人物、あるいは抽象画であっても何らか沖縄の太陽の光を感じたり、うんうん、風を感じたりというようなものが作品の中に盛り込まれているというのがまず一つの特徴ですね、うん、それからもう一つはですね、時代、うん、例えばですね、去年はやっぱり今も続いてますけれども、まあ、ウクライナを含めたその世界の紛争のに心を痛めた方々がどうにか平和の世の中を実現したいということの思いがそれこそ絵の中に現れていたり、写真の中に投影されていたり、うん、というような作品も見ることができます、うん、そういう意味ではですね、今言ったその沖縄らしさとその時代性みたいなものが沖縄の特徴と言っていいと思います。私ね、毎年行ってるって先ほど言いましたけども、本当に毎年こう沖縄そのもののこの世相というか今のその時代をやっぱりこう表現、それを意識してるわけじゃないと思うんですけど、毎年いろんなこの世の中が変わっていく物語をやっぱ沖縄自体がなんか意識してるわけじゃなくてもどうしても全体に出るんですよ。おっしゃる通りです。ですから本当に、まあ、ウクライナがあった、あるいはコロナがあった、うん、やっぱり世界中で起こっているこの沖縄中心に起こっているいろんなことがやっぱりこの物言わぬ作品の中から、うんうん、きちんと出てくるっていうのは、うん、なんかすごい面白いですよね、うん、本当にそういう意味では別に意図してやってるわけじゃないんですよ、うん、だけど展示会全体の空気というものがまさにさっき言った2つの特徴をまとってる、うん、言えると思います。沖縄らしさと、はい、時代性とでですね、この沖展総合芸術展ですから、先ほども言ったように12部門ありとあらゆるものがあるので、こう言っちゃなんですけど、はい、お得ですよね。お得です。そう、お得だと思うんですよ。なんか例えば写真が興味あって自分もカメラやってるんだっていう人も、写真も素晴らしいけども来たらもうあらゆるものが見れる、うん、そこでやっぱりなんかこう通ずるものを感じていけるんじゃないかなと思います。例えばね、例えば書道であればもう何千年の歴史ある書道かもしれませんけども、やはり今コンピューターを使って書くグラフィックデザインとまたある、はい、だから本当に沖展に来るとですね、お得というんですかね、そうですね、一度足を来ていただければ、うん、まあ一粒で12味美味しいんじゃないですけど、うまい、本当にだからぜひですね、お得感満載のこの沖展に来ていただきたいと思います。あとですね、ちょっと無粋な話ですけども、うん、沖展に出品すると優れた作品と評価されたら、うん、沖展賞とかそれから奨励賞とか、うん、それから浦添市長賞っていう市長が出す賞もございます。これはですね、やっぱり非常にみんなの審査員は沖展の会員の皆さんが審査をするんですけども、優秀な作品で賞をもらった作家さんはその後、例えば、自分の作品の外で売る時のお値段が少し上がったり、なるほど、あるいはもう、新聞でいろいろこう紹介するので名前が売れることによって、うん、生活が豊かになったりとかいう人もいや、そうだと思いますよ。だって、まあ、絵を描いたり、まあ、こう壺を作ったりいろんな自分で作品やった作ってる人いると思いますけど、やっぱり沖展に出品したっていうだけでやっぱりなんか違いますもんね。出品して入選したってことです ね、うん、そこで展示されてるよと、うん、そうですから我々こうアートや芸術を見る側だけじゃなくて、
ぜひね、うん、これだけ800点もあるんですから、うん、しかも何百人というこの作家さんのいろんな思いがあるわけですから、うん、ぜひ絶対ですね、探せば友人知人に出してる人がいるはずなんです。いますですから、そこの方とですね一緒に来たり、あるいはその人の話を聞いて、こう作品の意味もなんかもですね、聞いていただけると面白いかなと思ってます。今年も毎年ですね、はい、掟のポスター自体がまた素敵なんですよ、はい、今年のまたポスターが、これはグラフィックデザインの先生方に作っていただいた、毎年そうなんですけど、今回はですね、それぞれの部門で使われている道具を集めて、この道具の陰に掟点という文字を配した、まあちょっとユニークなポスターになってますけども、いやちょっとおしゃれですね。本当だ、これを見て、あ、やっぱりなんかで、ただのポスターじゃないですよ、掟点のポスターっていうだけでも、なんだろう、いろんな工夫があったり、やっぱりお、さすがだなって、なんかうなるものがありますので、ぜひですね、皆さん、掟点そのものもそうですけど、掟点のポスターもすごく素敵なポスターなので、ぜひこれも楽しみにいていただきたいなと思いますけど、はい、いよいよ、はい、もう、そうですね、23日から、はい、3月の23日から来月の7月7日日曜までとなっておりますので、これがね、あっという間に終わるんですよね。そうなんですよ。まあ、展示会も2週間でいっぱいなんですけども、合わせてですね、例えば掟点に出品した方々が、その場で買えるように掟点商店というコーナーを作っておりまして、ここでまあちょっとした手軽にお手に入るような値段で作品も販売しておりますし、それからイベントでですね、例えばカーミスールといって陶芸の方が直接指導する中で、皆さんが無料で、壺を作ってみたり、こういうのもありますので、ぜひ起点のプログラムもまた新聞で発表されますので、それをご覧になっていただいて足を運んでいただくのも起点の楽しみ方の一つかなと思っています。もう起点って75年も75回もやってると思うんですけど、毎年毎年ね、はい、いろんな小さな心をいっぱいいっぱい確認してやってるんですよね。ですから今年のこういうのも、例えば、ただ見に行く、見る側だけの、楽しむ側だけの、お客様じゃなくて、実際にね、はい、そこから絵を描いてみようかなとか、あ、自分もなんかこう、代わりに作ってみようかなとか、そういったのもね、体験して、実際にそこに先生がいますから、はいはい、いろんな本当生の話も聞けて素晴らしいんじゃないかなと思います。それで去年からやってるのは、浦添市内の、スイーツの店舗の皆さんと共同で、スタンプラリーをやってます。浦添市内のスイーツ店に行ってスタンプを集めると掟点に来れる仕組みを作ってますので、ぜひ甘さとそれから掟点の香りをですね、一緒にガッチャンコした楽しみ方もしてほしいです。いいですね。もう身ぐすいなってエッチもぐすいなってでもちゃんと胃袋にも美味しい、はい、そういう掟点になっていますので、ぜひですねお越しいただきたいと思います。先ほども言いましたけども、今月3月の23日土曜日からですね、来月4月の、7日日曜まで、もうあっという間に終わっちゃいますから、ぜひ、はい、浦添の、ANA アリーナ、まあ、旧市民会館ですね、そちらの方にお越しいただきたいと思います。沖縄の春を代表するまさに春の風物詩、総合芸術展掟点でございますので、ぜひ皆様ご家族と、はい、友人と、はい、ちょうどね、季節もいいですよね、はい、いいと思います。ポカ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 、もう春が来てっていうことですから、はい、皆さんと一緒にですね、春休みぜひ掟点に遊びに来ていただきたいなというふうに思っております。今日、文化事業部、沖縄タイム社の文化事業部からお越しいただきました上間正信さんでございました。上間さん、はい、最後に一言、視聴者の皆さんもですね、掟点の PR よろしくお願いします。はい、わかりました。今日の番組本当にありがとうございました。こちらこそ、市長に、松本市長に招待券を預けておきますので、ご覧になった方々、市長と相談しながら招待券準備しますので、どうぞ皆さん来てください。お願いいたします、はい、ぜひお待ちしております。私も会場行きますので、ぜひ皆さんと一緒にですね、この掟点楽しんでいただきたいと思います。ぜひ皆さん、今年の春は心も目も耳もみんな豊かになって、戦後沖縄の復興の歴史も感じながらですね、掟点を楽しんでいただきたいと思います。それでは皆さん、掟点でお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。